はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はこちらの昨日見事にゲットいたしました単発で神降臨させましたこのスーパーフミナアクシズエンジェルバージョンエンジェルフミナ通称ジェミナね、こちらを、一気にねフル強化していきたいなと思います。まだね1日経ったんですけどまだ使っておりませんなかなかね動画を撮るタイミングがなかったのでここまで我慢しておりました。でようやくね使ってフル強化して使っていこうと思います。なので星4ではもう使わず一気にね星6状態というかもう超越の証もね使おうかなって思っております。万能超越の証がね一つあるので、なのでいきなり超越化させてアリーナでちょっと戦ってみようかなと考えております。まあこのジェミナなんですけど非常に強い機体だというのはもう間違いないかなと思っております。何回かねアリーナで戦ったんですけど今基本的には馬とかペイルライダーとかねその辺がいなかったら基本的にはファントムで開幕スタンでね回して勝ちを収めているんですが、相手にねそういう馬とかペイルがいなくてこのジェミナがねいた場合ファントムのね開幕スターンが決まったんですよね。このフミナこの戦闘体制これが所定になるんですが、この スタン体制ねを自分にねまず所定でかけるので、これがファントム対策としてファントムより先にね付与されるのかと思いきやスタン食らっていたんですよね。食らうんだって思ったんですけど、でその5秒後ねファントムのスタン5秒後から盛り返されたんですよね。基本的に今ファントムそしてセットでジャスミーもね一応入れて戦っているんですけど、ジャスミーが簡単に身代わりを剥がされたっていう、で一気にチュドンってねされたんですよ。なのでやっぱりこの身代わり解除、これが3手目になるんですが、この身代わり解除がかなり強烈ですね。ジャスミで、あとはデスサイズ。ね、この辺の今の人権機体たちを簡単に葬ってくれるかなと思っております。なので、まあ、基本的な運用方法は、相手にデスサイズ、ジャスミ、あとは覚醒バンシーとか、この辺の身代わり機体がいた場合の、まあ、ピンポイントでのね、使い方になるかもしれないんですけど、それだけでもね、非常に価値のある機体かなと考えております。まあ、でも結局はね、見た目ですよね。見た目で星上げからの超越させていきたいなと思います。まあ、ちなみに、レベル1状態の、星4レベル1状態の数値はこんな感じですね。はい。ほい。はい。まあ、あんまり参考にはならないかもしれないんですが、一応ね。で、必殺の数値、こんな感じでございます。まあ、本当はね、星4状態で試してみたいなっていうのはあったんですけど、あるんですけど、今ね、この、今、星上げしないと映らないんですけど、この特殊アップ資材、スキルをすべてマックスまでね、上げてくれる特殊アップ資材があるので、それをね、使おうと思っていて、で、星4だとね、もったいないんですよね。どうせ星6に上げるんなら、星6状態にして、一気にね、特殊アップを使った方がお得なので、はい、なのでもう星6スタートでいきたいなと思います。で、あとは、まあ、改造もね、特殊改造資材がね、これありますので、レベル50にしてからね、で、これも使っていきます。ただ、特殊アップグレード資材がないんですよね。なので、まあ、過去に何本か動画にしている三種の神器、ね、特殊アップグレード資材、特殊改造資材、特殊スキルアップ資材、あれを一気にぶち込んで、ね、フル強化するっていう動画にはできない。ここが使えないので、なので、ここはね、万能設計図90枚使っていきたいと思います。それでは行きましょうか。前にね、詳細ステータス。こんな感じでございます。まあ、これもね、これもいまいちね、ピンと来ないんですけど、レベル1。EN 回復1000なんですよね。まあ、これは通常必殺の数値なんですけど、
早い回復でございます。で、軌道が惜しいね。軌道236ね、237だったらフミナだったんですけどフミムですね。残念、惜しい。あと1ね、そこをね、運営さん考えてほしかった、まあ、個人的なね願望でございます。はい。で、ミン防御、実弾防御が同じですね。403403と。はい。まあ、気になる点はこの辺かな。あ、あとね、さっき気づいたんですけど、まあ、このフミナちゃんね、可愛さ、そして、あとセクシーさをね、売りにしている機体なんですが、ね、胸がね、谷間がね、見えているという。で、さっき気づいたのが、その下、何気にへそもね、出しているという、へそ出しルックというね、ここ、盲点でした。気づきませんでした。ずっと胸にしか目がいていなかった。というね。はい。結構肌出してますね。はい。というわけで、まあ、ちょっとしたプチ情報でございました。では、行きましょう。はい。それではね。では、万能設計図、使っていきたいと思います。それでは、フミナフル強化タイムに移ります。では、行きましょう。はい。では、40枚まず使っていきます。はい。そして、はい。はい、星5にまずは星上げ完了でございます。はい、上がりました、戦闘力。で、はい、次、星6に上げていきます。はい、50枚、使っていきます。はい。そして、アップグレード完了。はい、星6が完了でございます。で、からの、これいける？ああ、60レベルね。では、レベル上げていきます。では、極大、一気に使っていきます。何個だっけな？ 50。100はいかない？あ、100いく。105個か。なるほどね。で、ちょっと下げて。はい、では、レベル60。いきます。ほい、一気に上がりました、戦闘力。そして、超越化は最後にしようか。じゃあ、特殊改造資材、使っていきたいと思います。では、バージョン14へ、いきます。ほい。さらに戦闘力が上がりました。おお、そして必殺じゃなくてスキルが増えましたね。で、いけますね。全部装着可能でございます。一括装着。はい、戦闘力が上がり続けております。んで、スキルか。はい。それでは、特殊アップ、残り2個のうちの1つ使っていきたいと思います。では、特殊アップ。はい、一気にマックスまで到達させました。ということで、ここか。これちょっと後で考えます。はい。で、戦闘力が、まあ、カスパサポキャなしで、17,777。非常にラッキーですね。37。素晴らしい。素晴らしいでございます。で、はい。軌道が850まで上がった感じですね。で、他の数値がこんな感じでございます。命中高いですね、403。ただまあ、そんなに命中を必要とするようなスキルを持っていなかったので、まあ、あんまりかな。で、回避が45と、これは低いですね。で、防御系が高い。で、攻撃力もまあ、そこそこにある感じの機体ですね。はい。それではね、超越化させる前にちょっとこの辺のカスタムしてこようと思います。はい。というわけでこんな感じにしてみました。まあ余ってるね、パーツをつけただけなんですけども、とりあえず HP パーツ。まあ軌道はひとまず上げなくていいかなと。スキルでそんなにね、軌道を必要とするスキル、当てに行くスキルはないので、まあ避けるときはね、軌道もパリの場合は重要になってくるんですけど、で、サポキャラも HP、そして瓶防御のエマリー・オンス艦長を乗せております。で、パイロットね、このジェミナ、レベル30まで上げました。
パイロットスキルはスリープ不要ですね。はい。で、ちなみに何パーセントだ。あ、50% ね。50% 6秒のスリープ優秀ですね。はい。で、まあ、総戦闘力が 11,481 まで上がりましたね。で、HP4 万超えて、防御力4000超えております。はい、ではね、では、星6状態を戦わせることなく、いきなり超越させていこうと思います。超アップグレード。はい、では、こちらの超越の証 MS、使っていきたいと思います。ちなみに、SRB チェンジは、今回はしません。これでついたやつで、行こうと思います。多少変えるかな。あまりにもひどかったら。では行きましょう。それではジェミナちゃん、超アップグレード化させます。では、行きます。ポチッ。戦闘力跳ね上がりました。スーパーアップグレード、完了。11,979。はい、かなり上がりましたね。12,000。で、軌道が、まあ、多少、さっきのパーツで上がったのと合わせて953まで上がりました。はい、では、で、SRB は変えましょうね。ちょっと変えましょう。はい。ではね、おお、星4確定もあるのか。あ、いつぞやの、この前の、民眼、民リペとかの、あれでもらえたんでしたっけ。ね。まあ、とりあえずこれは温存しといて、星31回使うか、209個ある SRB の波数9個使うか、これにしましょうかね。じゃあこれをちょっと9連のうちにいいのが出たらそれでストップできます。はい、では行きましょう。でお願いします。特に確率は今回は見ません。はい、敵全体の実弾防御減少、まあこれでもこれでもいいか。まあもうちょっと、はい、そんないらないね。まあこれでも悪くない。せっかくなのでもうちょっとはい、もうちょっと、あと4連。うわー、結局9連回してしまうあー、ダメか。9連目ダメだね。微妙。はい、ではこっち一発使ってみます。はい、ではお願いします。ほい、回避低いんだよなもう一回。ほい、いやー、いらんな。いらんね。いかん使ってしまう。まあいいか、まあいいか。またレード来るでしょう。次のレードはちゃんともっと回します。ではお願いします。んー、微妙。もう一回ダメね。いや、きつい。これはきつい。もうちょっとこっちもうちょっとこっち回します。はい、これ微妙だよね50% で 2%。 まあいいか、とりあえずこれでいきましょう。ほい、ではね、1回だけアリーナの方戦っていこうと思います。ではいきましょう。はい、それではアリーナ実践していきたいと思います。ちょっとね、さっきの超越化から時間が空いているんですけども、ジェミナ試運転していきたいと思います。で、今回の相手さんこちらでございます。いい感じに身代わり機体の編成があったのでね、デスサイズ、そしてジャスミンの身代わりダブ、はい、こちらに挑んでいきたいと思います。で、パーティーこんな感じで、配入、そして小野坂ガンダム、小野坂ドレッドね、そして3ダメ大将軍で、ジャスミン、デスサイズ、ビグラングといった感じの、超越はデスサイズのみですね。はい、
で、僕の編成なんですけど、これはいつもね、よく使っているアリーナを回している編成でございます。ファントム編成ですね。ファントムで開幕スタンを入れて、その後スノーフォアのチャージからトラバーで燃やすといった感じでございます。で、ザンライザーもボムをね、与えていくと。まあ、基本的なデスサイズ、ジャスミー対策の編成ですね。はい、で、最後にジャスミーを入れております。まあ、ここは、相手がね、相手にジャスミーがいなかったら、リペア、ね、ファントムリペア編成で行ったりしております。まあ、その場合はビグラングではなくて、ネオジオングだったりね。で、今回のお相手さんも、まあ、このファントム編成で勝てるんですけども、で、リペアじゃなくて、この場合はスノーフォアかな。で、ここビグラングね。これで、勝てる感じなんですが、今回はファントムをちょっと外して、ここにね、ジェミナちゃんを入れてやってみようかなと思います。で、他なんですけど、この場合は、相手の排入のね、除隊除無効が付与されてしまうので、トラバー、そして、ザンライザー、ザンライザーどうしようかな。相手のね、小野坂さんがね、ジャスミを一気に葬ってくるので、将軍様の力もありますしね。いや、どうしようかな。とりあえずストフリは入れるべきかなと。ね、相手に対抗するにはこちらはパリで、相手パリがないので。だとすると残雷入れておいた方がいいかなと思うんですが、まあ、フミナちゃん、ジェミナちゃんが、ね、身代わり解除してくれると思うので、ザンライザーの必殺技、どうかな。エース必殺。で、行ってみようかな。慣れないことをするもんじゃないかもしれませんが、ちょっとね、やってみようかなと思います。はい。んで、パイロット。もう身代わり解除前提で、火力上げるか。このキラ、乗せてみましょうかね。そして、あとどうしよう。まあ、小野坂さんいるけど、ジャスミンは一応入れておいて、んで、スノフォアか。スノフォアどうしようかな。スノフォアでいいか。これでやってみましょうかね。ビグラングをネオジオングにするかどうか、してみましょうか。で、ジェミナちゃん。まあ、ジェミナ・フミナね、やってみたいんですけど、まあ、今回特にスーパーアーマーを必要とする相手ではないので、で、ね、状態上無効があるので、フミナのね、スリープとかも効かないですし、今回は、これで行こうかなと思います。あと、スノフォアのパイロット、ファントムから、ちょっと奪ってきましょう。どこだ？はい、ここね。はい。では、これで、どうかな。では、ジェミナちゃん、試運転、やっていきたいと思います。まあ、戦闘力はね、こちらの方が上なんですけども、まあ、デスサイズ、ジャスミ、まあ、デスサイズのカウンターだよね。あとは、小野坂さんの一撃をパリで防げるかどうかですね。はい。では、ジェミナちゃん。あと、あんまり触れていなかったけど、この必殺もね、当たり判定のないスタンということなので、これもね、かなり強力。50% であるんですが、あ、でも、今回、意味なかった。相手、生え抜いた。はい。なので、今回も完全に身代わり解除がどんなものかっていうのを見ていきたいと思います。では、戦っていきましょう。それでは、ジェミナちゃんいきます。さあ、どうでしょう。まずは戦闘態勢。
で次がビームサーベルですよね。でスノフォアが先に1冊、そしてザンライザーにチャージ行きました。デスサイズ今発動しましたね、必殺多分。でどうかな、ジェミナちゃんもう身代わり解除いけたかな。必殺発動してますね、ハートビームゼロ。身代わり解除できていない、どうだわからない。あ落ちた、カウンター発動してるかな。ジェミナちゃんどうした、大丈夫か、やれているのか。お入ってるね。今ネオジオングのが結構全体に食らってるので、ジャスミンの身代わりは、おっとジャスミン落ちた小野坂さんか。おお、あ身代わり解除できてますね、戦艦落ちたので。なるほど、こちらちょっとね2体やられてしまいましたが、カウンターだよね、デスサイズのデスサイズのカウンターは発動するのか、身代わりは解除できてるのかな。この辺をちょっとログで確認していきましょう。はい、ネオジオング33万、スノフォア15万と。で、ログなんですけど、はい、ジェミナログ。ああ、デスサイズの身代わりを解除してますね。ただ、ジャスミンの身代わりは解除できていないのかな、書いていませんよね。でも全体に食らっていたので、でここで2回目の、ね、確かあのスキルサイクルが 1,2,3,4,3 みたいだったので、なのでこれは2周目の身代わり解除ですね。それがあ、デスサイズもある。デスサイズも剥がしてる。なるほど。ここで完全に身代わりを剥がしてますね。身代わりは、身代わり解除は 90% で 100% じゃないんですよね。なので、最初の、1周目の身代わり解除は、ジャスミーは剥がせなかったという感じですかね。10% がね、発動してしまった感じで。で、ここからはダメージを与えていくことができたと。で、デスサイズの身代わり自体は解除できるけど、カウンターはデスサイズ自身に入るダメージのカウンターはこっちは食らってしまう感じですね、おそらく。はい。で、何気に小野坂さんがね28万出しているという、これでスノフォアとジャスミンが落ちた感じです。あ、スノフォア？ジャスミン？あ、違う、デスサイズのカウンターは発動していない、全部小野坂さんがやってきた感じですかね。でも最初にスノフォアが落ちていたと思うんですけど、先に落ちるべきなのはジャスミンなね気がするんですが、もう一回動画見ないとね正確には分かりませんが、まあいずれにしろフミナちゃんのね身代わり解除は成功した感じですね。最初のジャスミンは剥がせなかったんですが、ね、2周目すぐに2周目がね訪れるので、で、デスサイズとジャスミンを剥がせて、で、ネオジオングで戦艦チュドンと。で、戦艦がガラ空きになるのがいいですね。まあ、今回は、ジェミナちゃんのもう一つの魅力である当たり判定のないスターンは、相手の排入の状態上無効で防がれていたんですけども、まあ、スターンが効かなくとも、ね、あれには、あの必殺にはね、HP 回復、EN 回復も盛り込まれているので、で全然使えるんですよね。うん。まあそういった部分でも、うまく支援してくれていたのかな。まあ一番はやっぱりね、最大の魅力である身代わり解除。これが機能しているところをね、見ることができたので良かったです。いや、これはかなり使えますね。戦況が変わりそうです。今までファントムに頼っていたものを頼らなくて済む。ね、頼らずとも、デスサイズ、そしてジャスミンを落としていけるかなと思います。ね、デスサイズジャスミンを落とさなくても戦艦をね落とせばよくなりますし、はい、いやこれはジェミナ編成ね考えがいがありますね。いろいろねフミナちゃんとかねあの辺とも組ませたいですし、あとはチナッガイとかねもう組んでる方もねいましたけども、いらっしゃいましたけど、ね、僕もその辺やっていきたいなと思います。ではとりあえず今回はね一戦だけ、この試運転だけで終わろうかなと思います。まあいい感じ、身代わり解除いい感じかなと思いました。また、
ジェミナ動画出していきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。